ハローテニスファン、小野田道久です。今回は素敵なゲストをお迎えしてダブルスをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。オーライ強い、OK、強いよし強すぎるわ。日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。伊藤達磨プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来たね、来たね、現役来ました。増田プロにも来ていただき、はい、よろしくお願いします。4人でね、男4人でそうですね、ちょっとこう豪華なゲストを、はい、男子のダブルスは4人は初めてなので、うん、はい、ちょっとどうなるか、はい、ペアリングはね、お二人で組んで、はい、こちらも、はい、僕と健太さんで、ゲーム形式が、はい、4ゲーム先取で3オール、はい、タイブレイクにします、はい、3オールになったらタイブレイクで、ノーアドと思ったんですけど、一回余裕を持ってセミノーアドっていうんですか、はい、うん、セミアド、セミアド、はい、一回デュースを繰り返すと、うん、ノーアドバンテージで、はい、という形でいきたいと思います。じゃあまず1戦目はこの形でいきましょう、はい、このペアで、はい、で2戦目は、お二人を入れ替えた形で、そうですね、はい、やっていただくので増田プロと僕、はい、はい、で達磨プロと高尾プロで、はい、はい、やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。タツマは相手をしないといけないってことだね、これあ、そうだ、そういうことですね。めちゃくちゃ、まあまあまあ、でも見てもうすごいっすよ、アウトのとこにいるからだからいいんですかね、いいからいいですよ、アウト、もう50だから50だから、はい、はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね。作戦はノープランで、ノープランで、あとは、まあ、俺ついてくだけだから、一応現役という形なので、うん、僕が頑張るっていう感じで、俺はただつなげてるだけだから。あ、でもあの見せるとこサーブバコってください。スピードの差がさ、50キロぐらい違うから、サーブと綺麗な感じ、綺麗な感じ、綺麗な感じ、いつもの綺麗な感じ。バックサイドでいいの、フォアがいい。あ、バックで、あ、OK、はい、はい、じゃあお願いします。年齢の足し算で分かってますから、僕らの方が。あ、そうだね、はい、やっぱりもう経験でね、経験です、うん、ダブルスはやっぱ経験でしょ、はい、ちょっとテンポイントはとは違うので、ちょっと焦らずに、そうだね、行きましょうね。やっぱ、はい、ゲーマーを落とせるポイントあるから、そうです、うまく勝負していいですからね、うん、OK、アップかダウン。アップ、ダウンです。ん、ま、外れてるな。サーブだ ね、 それはね、サーブからいきましょう、はい、普通のゲームね、ちょっとなんかあのテンポイントの感覚が強いから あれです。ゲームではゲーム、ゲームでいきます。ではお願いします。よし、うん、ネット使うなよ。さあ体、はい、いかん、ちょっと寒くて固まっとる、なんか寒いというか、いきなりネット使うのなしでしょ。タイミングをずらす、慣れてきた、慣れてきたよ。ラブ15、うん、おやー、おー、よいしょ。今めっちゃ振り遅れてここよ、うん、根元に当たってる、振り遅れショット。でも力あるから外、いいね今の、うん、おうん、うん、あー滑った今、はい、カシャって15-30、優しい音やった、カシャって、カシャるからな、外、最後 15-30、うん、ダブル、オッ、おー、サーリン、サーリン、チャンスボールだからね。ハーフボレーはチャンスボール、ハーフボレーチャンスボールだから。あれ知ってんだけど打っちゃった。これが真面目んだよね。ナイスリターン。サーティオール、うん、あぶね、取れねえ。うん、ういしょ、どこに目ついてんだか分かんない。余裕があるな、引っかかる。40-30、うん、よっ、はおった。簡単に返すね、今の。うん、おー、アウトっぽいかな、ちょっとわかんないな、アウトっぽい、うん、いや、からんな、どうなんだろう、タツマもちょっとあれやかんね、ちょっと落ちました。ボールがちょっとあの、若干
ペコイのもあるから。デュースです。もう一回外。はい。入りました。入ってる。もうカーペットならそこしかないわ。サーブ切れてるな。サーブペロペロなんだね。相当切れてる。ああナチュラルだから。アドバンテージサーバー。よっ。ああ、ヤモン。チェンジコート。サーブさ、引っ掛けてんだよね。柔らかい。なんか出ないよね、そこは。柔らかいな。きつい。ノーアドとはまた違うから良かったですよ。これノーアドだったらもうシャリじゃ済まない、ね。ノーアドでラブサーティーとデュースアリは全然違います。まあここまではノーアドとはまた違うから。サーブキープしとけばワンチャンありでしょ。ワンチャン。いや勝ちに行きますよ。はい、勝ちに行こう。これがかかってる。かかってんの？かかってねえか。まずはもうあの好きなとこに。コースだけ言います。はい。じゃあ T。オッケー。足がきつい今日は。インジュリータイムあり、きつい。タツマ、打つ前どっちか言ってね。じゃあ、ワイドいきます。信じてるよ。全然違う。ホルト、ホルト、ホルト。なんか、今揺れたけど、今。うわぁ、だだだだだだ。もうちょっと、もうちょっと力、ちょっと力入っちゃった。ナイスサーブ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 いいね、楽だね。そろそろボディなんちゃうの。足だ、足完全抜かれてる。完全に今もうこっちだと思った。ナイスナイスサーブ。ちょっと両方取れないですね、ちょっとね、今こっちだって俺全く張ってなかったね。30-50向こうから。あそれ柔らかい柔らかい柔らかいこれだこれだ。柔らかいのしか打てない。いたいた。それあれが練習ではちょっと、ね、強いの打てない。違う。ああちょっと読まれた。もう先動くしかない。先動くしかないですから。読まれてるけど。読まれてる。ナイス押した、はい、ナイスだ。いやもうちょっとその時の、あの、うん、直感でいくから、うん、まあそんなに僕動かないです、うん、動かないでもオッケー。もうその時のサーブ見て判断します。 OK、うん、やりました。 OK です。ワイドサーブってやっぱりこうなる。うん気持ちそうですね。でもスイングこういってる感じ。スイングはこっち行く。はい行ってるけどこういう。ああそうです。そんな技術の話するな。へいワンオール。よよ。わい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 。タツマのサーブ受けた後だからなんか優しく感じる。準備しておきます。お。危ないよ。狙っとるな。研究ってやつだな。研究ね。無茶した。研究退場になるぞ。早いんだよ。フルスイングしちゃう。カーペットで。フィフティオール。ああ。ナイスサーブ。いいスライスです。詰まった。ナイスサーブです。あのね、ちょっとした曲がりがいいですね。微妙な。サーブです。サーティーフィフティ。7。あーメイク。あでもいい、素晴らしい、ナイスサーブ。えい。ケンちゃんなんかサーブ合わせてきてるな。うん。結構曲がるよね。若干のスライスが。ね。ローティーフィン。あー。ナイスサーブ。オライ。オッケー。強い。ナイスサーブナイスサーブ。よし。なんか10年前よりもなんかサーブ進化されてる感じがするんやけど、現役時代より早いサーブが確率上げてきてるよ。確率上げてきてる。やばいよ。てかもうそこ一点集中よ。一点集中帰ってきたらねちょっと面倒なことになるから。よしここでしょ。
ここです。勝負どころとしてはもうここでしょ。ここ行くしかないですよ。うん、OK。サーブ入れてっから。OK。ゆるゆるでいくよ。ゆるゆるで。ケンタロウさんみたいな感じ。コース重視。コース重視でいくわ。あーいやー。うまい。よっ。うわー。ちょっと待って、前に言うとかさ、ちょっとおかしいでしょ。めっちゃごまかした。ごまかして。いいよ。すいません。ちょっと見かけるのがいいよ。もう、そのことで笑ってね、できないから。もう3人ごまかしてた感じだった。いや、もう。よし。あの、丸気をつけてください。はい、あっ、うわっ。おぉ、危ねえ。今ウォッチって言ったの。ウォッチって言った。あ、全然入ってたね。全然入ってた。向こうのペアちょっとチグハグなんだけどさ。もう3人、なんて言ってるか分からない。3人ごまかしてる。ワイド行くわ。チグハグでちょっと分からんな。ちょっとダブルスポイント0点なんで。よっ、なななななナイスさん。いけた今。素晴らしい。サイドってあそこ入っちゃうんだよな。よし、ここね。よし。後ろ。ソリー。ナイスストップ、これ。あ、なんだ。一本。サーブが疲れてきた。皆さんと一緒で。まだまだ。おい。プッシュ。レッド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 、うん、打ってきてる。打ってきたね、うん、ホルト。チップ。なあ、もう力で、力あるな。気持ちね、正面に打ちたいのよね。気持ち若干負けそうになったけど、グイッと起きて、気持ちこっちに行けば。まあまあ、スイングが早い。ジョー、ナイスボレー。助かった。ナイスボレー。ツーボール。今日外か、あのボディしか行かないです。オッケー、うん。うわぁ、いやいやいや、こんなそんな辰馬らしくないよ。ちょっと仕掛けにかけたけど、今いいリターンいったのに。着たら、やっぱこれが僕の実力です。細かいこと苦手。細かいのがやばい。あー、危ない。いや、もう一緒ね、うん、okay。 もう体が外しかいかないです。センター振り遅れられちゃうからな。あのサーブなかなか返らないよね。1ポイント目が引きずられてる。そうね。サーティラ、うん、ノープ。アウト。惜しい。ハーフボール、チャンスボールですか。ナイスナイス。惜しい。イメージはできてるけど、コートが狭い。ちょっと小さいからね、ちょっと今日は。フォーティラブ、オッチ。あー、よし。やっぱゲームだと楽だね。ね、うん、リードしてもそう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 、全然余裕ある。10ポイントだったらもう全部が大事になっちゃうからさ、ね。ポイントがあるっていうのはやっぱ楽ですね。組み立てが楽。サーブのそんなにここ絶対打たなきゃとか、ファース入らなくてもちょっとなんか楽というか、あの10ポイントの時はなんか落とせないプレッシャーが、ね、サーブはキープしとけば大丈夫だから。高尾さんが徐々にワールドに入ってきてる。サーブのさ、リズムが良くなるとさ、リターンとかも良くなるよね。そうですね、なんか駆け引きが上手い。そう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 。この1ポイント目相当大事です、はい、
届きます。オッケー。あ、次ラブサーティーからでしょ。そうやってプレッシャーかけて。50-40 でもいいよ。50-40でもいいよ。よし。そっちはもう分からんそこはダメだよ。ああ。ああ。イエーイ。ナイスキャッチ。ここだ。今そこ返すべきじゃない。おいおい。でかいよ。この一本です。はい。おい。セタキャス。オッケー。うまい、うまい、柔らかいのだけ、実にうまい、柔らかいのだけ、ナイスショット、くそー、悔しい、切れてよ、クロスに返せないでしょ、レッツ、よし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 、おい、今ネットしたかと思った、いやーボディーだけど、お前あんなね、下がってもどうしようもないから、僕はしかも抑えてからのここがもう強え強え、一本いきます、外、オッケー、一本いきましょう、はい、あっ、ナイスサーブ、ちょっと今スピン系ね、ちょっとスピン系を混ぜて、ちょっと混ぜました、もっと来ると思っちゃってね、はい、ここだね、あ、ここだ、引いた、あ、それは無理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 、おいし、これは無理、早いやつ、取り付けちゃいけないけど無理です、さあ、早っ、はい、よし、早すぎるわ、フリアトレンズですでもあれしょうがないよ、手折れたかと思ったよ、こっち行っちゃったよ、タイブレイクです、7ポイントですよね、7ポイント、7ポイントのタイブレイクで、あれだって思いっきりけどさ、こっち引っ張ってるよ、引っ張ってももうだけどどっちにしろ無理だから潔く諦めた、よし大事、よし、あ、うわ、今いいリターン、そういう時に、打っちゃいいのにね、別に弱気、弱気だぞ、テクろうとするとさ、テクろうとするとおかしいんだよね、一本、よし、一本いきましょう、1-0こっち、よし、よし、そっか、サーブ2本だ、タツマどっち？こっち、はい、あ、当たった、面がでかいから、面がでかい、面がでかいから、満面だけ使ってる、今今今もう気づいていいですか、もうこの辺ですよ、当たったの、内側です、内側に当たってます、ね、あと、厳しいね、頑張ってはいても、2人疲れるともうスペースがない、いいよ、一発、よし、ワン、ツー、うん、あー、ナイスショット、おー、ワン、スリー、ちょっと内側入るといかん、すげー、バック今、ワン、スリー、うん、惜しい、ナイストライ、でも、はい、いや今の気持ちは嫌、気持ちは言ってるけど今、はい、ナイスウォッチだったでしょ、ナイスウォッチです、ね、はい、力、よっしゃ、うわい、こっちだな、はい、もうあの横のネットには打たん、はい、これちょっとずれるんね、4-2チェンジコートか、
チェンジサイド。ケンちゃんの若干右の。いやいや。浮いてる。いや、予告あると思うから、ね。来るよね。そりゃ来るさ。今日ボールがやたら生きてます。まあ、いつもよりちょっと、まあ、若干。なんかパンチありパンチ、うん、打ちやすい。俺らサーブ打ち慣れてないから、腰痛だよ、明日多分。はい、サーブ力。外行きます。はい。角度があるから、こうね、ちょっと目線ね、スッと来ないね。一回噛んでるから、泳いじゃうね。まさしくそうですね。あのやっぱ、この回転だよね。縦の回転強いね。こっちじゃないんだ。入ってる入ってる。もうだってもう今もう、両方は取れんって。すごいね。ケットサーブです。でもあれ、わからんかな。2-5です。オーライ。形同じなんじゃん。どっちか張らないと思う。でも、でそう、でそう。あ、あった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 。高尾さんの真似したけどあかんかった。お忘れね、真似。もうちょっとフォローするつけな。フォローする上に。5-3です。はい。あれよ。ああ。チャラビテール。ソーリー。ナイスイタ。ごめん。危ない危ない。なんでバックに回り込んだかなと思ったの今来そうな気配がした。やばお互い知っとるな。まあミッチ今の俺ダイビングしてほしかったけどな。あよし結構ミックスされてますね。すげえだ、ね。ここはどっちがいいですか。もう一回前だな。よっしゃ。フォアバック合わせやすい。もう一テンポ回った方がいいな。ね、ドカーンじゃないんだよね。リターン見せか。スライス。うわー深い。じゃあ、いやセカンドダウンの深さは大したもんだ。あれ？あれじゃない？四、うん、六四だったでしょ。今六三じゃないですか。今で六三か、はい。僕がマジあれ？で？いやいや違う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 。四二あ。四二で五二になってるから。で終わりか。五四になって。じゃあ、じゃあ。だいたいスコア数えてないし。それどころか集中しちゃった。どこ打つ？どこ打つ？七ポイントだっつってんのにね。はい、ただいまの結果4-3タイブレークで我々の勝利です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございました。なぜ分かってなかったのね、最初。そうそう、もうそんなことより集中ずっとどこ打つとかってリアルなシチュエーションはないですね。フェデラーも一回あったね。春の時にケイトの試合であったから。カウント忘れてるって。カウントそう。まあそれぐらい集中してました。そういうこと、ね。球速いでしょ。速い。あね、速いだけじゃなくて、そうそうそう、回転。噛むんですよ。回転。このカーペットでも、ぐっとこう一瞬の間があるからずれちゃう。ずれちゃう。手が先出ちゃう。うん。うん、特にこのアドサイドはちょっとスピン系がやっぱね、うん、多いから多分デュースサイドの方がちょっとこう、まあ、ボールがクッとくる分だけ僕は合わせやすい、うん、ちょっと回転系の方が返しづらいです。やっぱりバーンってくるとバーンってカウンターで当たったら、ね、音がすごいもんね。音ドーンって当たる。もうそれでうっとちょっとなんていうの、引くというか体浮いてた。まあ、でもそうなりますよね。耐えてるんだけど最後、うん、なりますよね。曲がっちゃうね。まあね、今回はあのこの組み合わせでしたけど、次は、はい、あの次は二人を入れ替えて、はい、僕はあの伊藤選手と組むことで、はい、本日はよろしくお願いします。ケンタブさんと、はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。チームスタテンのメンバーになりませんか。僕たちの特別レッスンを配信中です。僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。